A-10, A-10 は、フェアチャイルド・リパブリック社の開発した、単座、総発、直線翼を持つアメリカ空軍発の、近接航空支援、CAS 専用機。戦車、装甲車その他の地上目標の攻撃と若干の航空阻止により、地上軍を支援する任務を担う。公式な愛称は、第二次世界大戦中に、 対地攻撃で活躍したリパブリック P-47 に由来するサンダーボルト2、サンダーボルト2だが、一般にはメーカーなどでも使われるウォートホック、イボイノシシアホック、豚というあだ名も広まっている。二次任務の前線航空間世機として、対地攻撃機の誘導にあたる機体は OA-10 と呼称される。1950年代 -1960。19 年代にかけてのアメリカ空軍の戦略ドクトリンは核兵器による大規模破壊相互報復であった。この期間の爆撃機は核兵器搭載のために設計され、戦闘機の大半も核兵器搭載可能になったことで、近接航空支援や地上攻撃は戦闘機の副次的任務と考えられていた。このため、戦闘機として第一線を知りいたマイナススーパーセーバーを この任務にあていた。しかし、ベトナム戦争においては、核兵器を使うような事態は発生せず、軽視していた、近接航空支援が、主任務となった。これを担うのに、海 -100 のような超音速戦闘機は適していると言えず、海軍の A-1 スカイレーダーを借用したり、A-7 コルセア2を正式採用したが、A-1 は、老朽化が進み、A-7 では、 深いマイナス百や、その他の戦闘爆撃機と同様に、敵味方の近接した中で有効な支援を行うのに、必要な低速度での運動性がなかった。このため、ダグラス a c マイナス四十七、フェアチャイルド a c マイナス百十九、ロッキード a c マイナス百三十といった輸送機を改装した、ガンシップを対人阻止及び対地攻撃に使用して、特に夜間に効果を上げ、最終的には、 演習機を改装したノースアメリカン T-28 やセスナ A-37 をタイゲリラ戦や地上攻撃に使用した。このためアメリカ陸軍だけではなくアメリカ空軍内でも近接航空支援充実の要望が高まりベトナム戦争で多くのアメリカ軍対地攻撃機を落とした消火機、地対空ミサイル、昇降系の対空兵器にも対応できる。 専用機体の調達を促すことになった。また、近接航空支援に使用される UH-1 ロコイヤー -1 コブラの昇降系機関銃や無誘導ロット弾は非走行目標にしか対応できないという意見もあった。カイ -4 ファントム2を近接支援機として使用するアイデアもあったが、その高い巡航速度と莫大な燃料消費は空中待機を許さず、 緊急出動に限られることとなった。また、海マイナス4設計当時は艦隊に接近する爆撃機を視界外から攻撃する艦隊防空が主任務とされていたために空対空のドッグファイト性能が軽視されており、初中期型は固定武装を持たない機体が多かった。そして、M6120mm 機関砲を搭載しない、型では走行中の走行車両には無力であった。 1967年3月6日にアメリカ空軍はエブリー k 大佐を責任者に据えて21社に対して AX または実験攻撃機と呼ぶ低価格の攻撃機の設計研究を目的とする提案要求を提示した。1969年には空軍長官はに対して提案された AX に対する詳細要件を作成するように依頼したがスプレーが スプレーはベトナムで作戦に従事する A-1 スカイレーダー操縦士との議論や G87 の戦闘記録などの近接航空支援に使用されていた、またはしている機体の有効性の分析、エネルギー機動性理論を考慮の結果、必要なのは長時間の空中待機、低速での運動性能、強力な機関砲、 卓越した生存性を持つ遺留ンイル -2 ヘンシェル HS129A-1 スカイレーダーの長所を兼ね備えた機体であると結論付けた。また、機体価格は300万ドル未満とした。ちなみに2087の戦闘記録の中でも特にハンスウルリヒルーデルは重要視され、彼の著作は計画関係者の必読書とされた。1970年5月に アメリカ空軍はソビエト連邦機構部隊対応と全天候戦闘を重視したより詳細な提案要求を提示した。要求性能としては、合計 30mm の対戦車機関砲、ジェネラルエレクトリック製 GU-8 とフィルコフォード製ガウ -9 の強作を装備し、16000リッター BF、7258kg 以上の兵装搭載能力、 進出距離 400km で2時間の空中待機という高い航続性能、低高度での高い機動性、簡易飛行場を使用可能な優れた短距離離着陸性能、高い生存性、容易な整備性などが出された。ボーイング車、セスナ車、フェアチャイルド車、ジェネラルダイナミクス車、ロッキード車、ノースロップ車から設計案が提出され、 1970年12月8日に、ノースロップ社とフェアチャイルド社のを採択し、それぞれヤマイナス 9A とヤマイナス 10A として試作されることになった。ヤマイナス 10A は1972年5月10日に初飛行し、ヤマイナス 9A は10日遅れの5月20日に初飛行している。1972年10月10日から12月9日の比較評価試験で、 操縦特性は、やマイナス q a に劣るものの生存性と試作機からの量産回収点の少なさを高く評価され、1973年1月18日に A マイナス1として正式採用となり、全量産機として10機が発注された。その後、議会筋の圧力により全量産機のうち4機、七三一六七零七三一六七三をキャンセルした上に、 アメリカ空軍内部でもすでに装備している A-7D との並行装備に対する疑問が出され、A-7D との比較評価を受けることとなった。1974年にヨーロッパの規制や天候に似たカンザス州フォートライリーをテスト場とするために、カンザス州マッコーネル空軍基地を拠点として、A、A-7D と A-10A の操縦経験のない、 マイ -100 もしくはイマナス -4 のパロット4名が参加した。1月から4月にかけて、両機の初等訓練から完熟飛行を行った後、4月15日からテスト上に設置した地上目標と防空陣地に対する16任務、核に出撃のテストを実施した。任務は敵軍と友軍の戦況が到着した場合と敵軍が友軍を迅速に突破した場合に対別され、 武装は、最大12発の MK82500 ポンド爆弾、ロックアイ収束爆弾、ナパーアーム弾、A-10 へのインテグレーションがミ採イであったために、シミュレーションによる A ジム -65 マーベリックを使用し、また、上限高度も1000フィート、3000フィート、5000フィート、制限なしとされた。比較審査の結果は、M61A1 と同等の即射力と、 より大きな破壊力を持つがうマイナス 830mm 機関砲が固定武装として選定された。さらに、対空崩壊への高換性、良好な操縦性による、対空戦闘での脆弱性の軽減、及び、特に低運行や、視界の制限された条件で、近接航空支援を実施する際の良好な操縦性により A マイナス10が、 近接航空支援用より優れた機体であることを示した。これにより A-10 の必要性を認めた議会は開発の継続を認め、当初140万ドルの機体単価は170万ドルになったものの生産計画は予定通りに進行し、1975年10月に A-10 全量産初号機73から1664の初飛行を実施した。 1976年3月にアリゾナ州デビスモンサン空軍基地への配備が始まり、1977年10月に最初の飛行隊が実戦配備可能となった。最終号機は1984年に出荷され、総数715機を生産した。A-10 の操縦は非常に容いと考えられたために複雑練習機型は製造されなかった。 当初は739機の生産が計画されたが、最終的に1983年までに719機で生産が完了した。A-10 は、下に折れ曲がったウィングジップを持つ、超スパンの直線翼により低高度低速度域で、良好な運動性を発揮し、2.4km 程度の視界下で 300m 以下の高度での長時間の待機飛行を行うことがきる。 小さく遅い移動目標への攻撃が困難とされる、戦闘爆撃機の巡航速度よりも遅い、時速 555km 程度で飛行する。補助翼は上下に分割し、制動補助翼としても機能する。フラップ、昇降だ、方向だその他の動力には、ハニカム板を使用している。近接航空支援作戦という任務の性格と、 A-10 の比較的低い巡航最高速度から前線近くの基地からの運用を想定した構造となっている。丈夫な膠着装置や低圧タイヤと大きな直線翼が発揮する短距離離着陸性能により攻撃を受けた空軍基地のような悪条件下でも多量の武装を搭載した作戦行動を可能としている。また、戦場に近い設備の限られた基地での給油や 細部層、修理を想定した設計により、エンジンや主脚、垂直安定板を含む多くの部品が、左右共通という他には見られない特徴を持つ。外反と縦通り材を NC 工作機で一体成形して、接合や密封の問題をなくし、製造工程でのコストを節約している。また、先訓でこの外反製法が他の製法より高い高換性を持つと判明している。 外反は構造部材ではないので破損時には現場で調達できる、間に合わせの資材で張り替えることもできる。主翼後方動体上面という得意なエンジン配置は、様々な利点を A-10 にもたらしている。エンジンの排気を水平安定板と2枚の垂直尾翼の間を通すことにより、6-1というバイパス比により、低めとなっている。 ゼネラルエレクトリック TF34GE-100 ターボファンエンジンの赤外線放射をさらに低減して赤外線誘導ミサイルの上乱を図っている。また、限定的ながらも主翼を対空兵器に対する盾としている。地上においては、吸気口を地表から離すことにより砂や石などの異物吸入による損傷 FOD の可能性を低め、 中期中にエンジンを運転したままでも整備点検や、再武装作業時の地上要員の安全を肩できるために再出撃時間を短縮できる。また、同じエンジンをよくかに喧嘩した場合よりも翼が地面に近づき、整備点検や武装作業の負担を軽減している。大重量のエンジンを支持するパイロンは4本のボルトにより機体に結合されている。また、 高いエンジン配置によって生じる機種下げモーメントを相殺するため、エンジンナセルは機軸に対して急動は向きに機体へ結合されている。A-10 は非常に頑丈に作られており、23mm 口径の鉄鋼弾や榴弾の直撃に耐える。二重化された油圧計と予備の機械計による操縦系統により、油圧計や翼の一部を失っても起動。 着陸を可能としている。油圧を喪失した場合、上下左右動は自動的にロール制御はパイロットによる手動切り替えスイッチの操作により人力操打へと切り替わる。この時は通常よりも大きな操打力が必要となるものの基地に帰還し着陸するのには十分な制御を維持できる。機体自体もエンジン1機、垂直尾翼1枚、昇降打1枚。 片方の外翼を失っても、飛行可能な設計となっている。主脚は引き込み時も、収容部から一部露出しており、胴体着陸時の機体制御を容易にしつつ、下部の損傷を軽減する。また、足は、視点から前方に引き上げられるため、油圧喪失時に足を下ろすと風圧で、ロック位置に引き下ろすことができる。コックピットと操縦系の主要部は予想される、被弾方向や、 入射角の研究で最適化された12.7から3 8 1ト、mm、ルの厚さと機体の空気重量の6%となる4 0 8ラムの重量を持つチタン装甲で保護されるバスタブ、浴槽とも呼ばれるこの部分は2 3ト、mm、ル法のみならず5 7ト、mm、ル法でのテストを受けている着弾の衝撃で装甲内側が剥離した際の破片から保護するために パイロットに面した部分に、毛石惣材で打ち張りを施している。キャノピーは、防弾のために拡散接合した遠心アクリルで、作られており、消火器の攻撃から耐えることができ、内部剥離を起こしにくくなっている。全面風防は 20mm 砲に耐える。泡消火器付き自動防ル式燃料タンクは、空間走行としての効果を意図して、インテグラルタンクとはせずに胴体と分離してある。 また、内外面に貼り付けられたポリウレタンもは、被弾時の破片飛散を止めて燃料の漏出を抑える。4個の燃料タンクは、被弾やエンジンへの供給弾の可能性を減らすために、機体中央に集められ、タンクが破損した際には、逆止め弁で、他のタンクからの燃料移送を止める。燃料システムの部品の多くは、燃料タンクの内側に設置して外部への燃料漏れを抑え、 すべての外部配管は自己防老式になっている。給油システムは使用後に取り外され、機体内で保護されていない燃料系統はなくなる。また、パイロンで指示されたエンジンは防火壁と消火装置により、燃料システムその他胴体部の火災から保護されている。燃料系、油圧系統、機関砲弾層などにも施した走行の総重量は1 0 1 0ラムに及び、 機体重量の17%を占める代わりに高い防御性を発揮する。A-10 は7トンを超えるペイロードを持ち、主翼と同体下にある計11箇所のハードポイントに様々な兵器を装備できる。また、劣化ウランを断信とした 30mm 鉄鋼弾を使用するガウ -8 アベンジャーガトリング砲を使用武器として内蔵している。-8 は 当初の設計では、毎分2100発と4200発に切り替え可能な発射速度だったが、現在は毎分3900発に固定している。射撃開始から発射速度になるまで0.5秒かかるため、最初の1秒で50発を発射し、その後は毎秒65発となる。ガウマイナス8の標準は A マイナス10が30度で降下した。 際の射程線2 2 0メートルに最適化されて12.4メートルの円内に80%という集団率となっている。機体自体もがうマイナス8の搭載のために設計しており、発射の瞬間に方向に向かってくじ位置となる方針を機体中心と合わせるために方自体を進行方向左、前足を右に寄せて配置している。 地上での旋回半径は内側のネシリンと前輪の距離で決まるため右回りの方が小回りになる。断層は初期の機体では1350発収容していたが、装填時の断層の螺旋部分の破損が多かったために1174発の砲弾を収容する補強された断層に交換された。リンクレス弾薬の装填にはガウマイナス8専用のグフマイナス 7E30mm 弾。 ローディングアセンブリカートを必要とする。大量の弾薬の誘爆は壊滅的な結果となるため、幅1.52メートル、長さ2.74メートルにもなる弾倉の防護には十分な注意が払われており、弾倉と外反の間には異なった厚さを持つ幾枚ものトリガープレートと呼ぶ多くの板を配置し、炸裂弾を外側の装甲で起爆させ、内側の装甲でその破片を防護する。 空間走行としている。また、電子工学、TV 誘導誘導、または、赤外線誘導のエイジム -65、マーベリック空対地ミサイルも、頻繁に使用している。機関砲よりも長い射程を持つマーベリックは、近代的な対空システムに対する、より安全な選択肢となる。湾岸戦争では、前方艦史赤外線カメラを装備していなかったため、夜間任務では、 マーベリックの赤外線カメラをフリアの代用とするアイディアが実行された。このため信頼性の問題から利用されなくなりつつ、あったらマイナス883連装ランチャーにより、マーベリック3本を搭載し、うち1本をカメラとして利用していた。他には、収束爆弾やハイドラ70ロケット弾ポットも使用する A-10 は、 レーザー誘導爆弾の運用能力も備えているが、A-10 の作戦高度速度域では安価な、無誘導爆弾で十分な精度を発揮できる上に、誘導兵器の操縦時間はほとんど取れないため、実際の使用は稀なこととされている。また、A-10 は、通常自衛用として変欲に、アルック -131ECM ポッドとも、 一方に2発の AIM-9 を傾向する。湾岸戦争においては、参加機のうち半数にあたる約70機が被弾しながら、悲劇追は6機にとどまり、喪失率は10%でしかない。384箇所の発行を生じながら、生還、数日後には、修理を完了し任務に復帰した80から8186号機や、 イラク戦争においてサムによって、右エンジンカールを吹き飛ばされながら生還した、80から258号機などの、タフサの実績がある。湾岸戦争では 30mm ガトリング砲にて、イラク軍にマイナス17ヘリコプターの撃墜、1991年2月6日と2月15日に1機ずつ、も記録している。しかし、基本的には、空対空戦闘を考慮しておらず、 急激なスロットル操作を行うと、機種下げが発生する、制空権確保が運用の前提条件である。このため、いかなる地域でも常に、制空権を確保可能な強力な空軍力を持つ、アメリカ空軍以外での採用実績はない。本機は1976年より、実戦部隊に配備され始めたが、1980年代末になると、 夜間運用能力の不足や遅い速度、行動前の制空権確保の必要性を問題視された。もちろん、それは、近接航空支援に特化した本機にとっては、元より承知で切り捨てた性能である。しかし、同時期に開発された、マルチロール機の F-16 は、低空、低速での運動性も高く、近接航空支援もこなせる機体であった。加えて、 地上攻撃用の兵器、装備の性能向上により、近接航空支援に特化した機体でなくても、十分にその任務を果たすことができるようになった。その結果アメリカ空軍では、海 -16 をコストパフォーマンスが高いとして、調達を優先し、本機のような攻撃専用の機体の優先順位は低下した。また、A-10 は空軍高級将校の目には、 余分なものに移り、近接航空支援は、エイジム -114 ヘルファイアを搭載できる、陸軍の R-64 アバッジに押し付けようと、した。また、A-10 自体も、陸軍と海兵隊に移管しようとする動きもあったが、4軍の文章を定めた1948年のキーウエスト防衛によって阻まれた。そのため、1980年代後半に、 低空飛行時の安定性の向上ならびに、目標策定能力の向上を目的とした、ラスト、ローアルティキュードセーフティーターゲッティング、エンハンスメント計画が検討されたが、湾岸戦争以後の1991年まで実施されていない。さらに冷戦終結により、対戦車攻撃力の必要性が薄れたことと、軍縮の機運によりますますもって、攻撃専用機である本機が、 贅沢視されることとなり、配属飛行隊の多くが F-16 に転換され、相当数が空軍集兵や空軍予備役などの所属になった。この時期に OA-10A という名称が作られたが、これは観測任務に対する名称であり、機体としては A-10A とったく同一である。残った A-10 も回 -16 の 近接航空支援型で更新する方針であった。そのまま活躍もなく消え去ると思われた本機の運命を大きく変えたのが1991年に発生した湾岸戦争であった。イラク軍の対空能力が低いことと砂漠地帯であるために天候が良好であったこと。何より実際の戦闘が開発意図や運用想定、欧州平原で遊軍の制空権下で、 ワルシャワ条約機構の機構部隊を撃破するに沿っていたことも手伝い、r 6 4エアパッチなどの対戦車ヘリコプターが爆環境での機械的トラブルに悩まされたのを尻目に、主に走行車両などの移動目標攻撃に活躍した。A-10A の累計出撃数は8755回、OA-10A の戦線航空統制任務は656回に、及び 戦火は、イラク軍の戦車987両、装甲兵員輸送車、約500両、指揮車両など249台、トラック1106台、砲兵陣地926箇所、対空陣地50箇所、サムサイト9箇所、レーダーサイト96箇所、指揮所など28箇所、残七72箇所、スカート発射台51機、フラグ発射台11機、燃料貯蔵タンク8箇所、 航空機地上破壊10機、ス1 7ヘリコプター撃墜2機を記録した。この活躍により、空軍は、海 -16 の近接航空支援版で、A-10 を更新しようとする考えを、改めている、レフネームイコール海、A-16A-16 クロース、エアーサポート、レフ。そして、1991年半ばより、棚上げされていた。 ラスト回収が始まった。回収作業は機体の定期修理に合わせてサクラメント航空兵隊センターで開始されたが夜間運用能力の付与については緊急の課題とされ、1993年6月には空軍参謀長より1996年10月を期限とするよう指示が出された。最終的にはグラマン社と契約し、1997年に 前期の回収が完了した。ラスト回収のうち、低高度安全については、自動操縦装置と電波コード系の装備による G シャス機能であり、標準改善は、回 -16 と共通の爆撃コンピューターの装備による自動攻撃機能を指す。また、ラスト回収とは別に、NVG、暗視装置適合化が行われた。これらは、 NVG 変態等によって区別される。1994年には A-10 の運用寿命の延長が決定され、当初の目標は2008年とされた。フェアチャイルドは製造終了後に買収、分割を繰り返し最終的に航空産業から撤退したため、A-10 の近代化は知的財産権を取得したロッキード・マーティンが受注し1999年から、 ホックアップ計画として実施されている。また、運用寿命の延長と並行して戦闘能力向上を図る精密光線プログラム、ペップ能力向上計画が2004年から実施されている。ペップ能力向上計画は、スパイラル1とスパイラル2の2段階で回収作業が行われ、スパイラル1ではコックピットに1 2 7トル1 2 7トルの 多機能ディスプレイ2機を導入した、グラスコックピットカタフォータス概念の導入、新型兵装搭載管理システムの搭載、並走パイロン6機に対する精密誘導兵器、PGM 搭載用回収、統合直接攻撃弾薬、JRAM と風変差修正商談ディスペンサー、WCMD の統合化、スナイパー XR、または、アン。 奥 -28 ライトニング AT の傾向能力、付与、電源能力強化、デジタルデータリンク装置の統合化準備作業が行われ、エンジンも TF34GE-100 から信頼性の向上した t f 3 4 g e 1 0 1に換装された。スパイラル2ではさらに、統合戦術無線システムセットの導入、新型データリンク装置の装置、 一表情報告システムの強化が行われる。ペップ能力向上計画の試作回収機には A-10 アンペア量産684号機が使用されることになり、試作回収初号機は2005年1月20日にエグリン空軍基地で初飛行し、第46試験航空団第40飛行試験飛行隊に引き渡されて飛行試験を行った。 量産回収機 A-10C は2006年から全規模量産回収が開始され、同年11月29日から部隊配備を開始、デビスモンサン空軍基地の第355戦闘航空団、第357戦闘飛行隊が最初に受領し、続いてムーディ空軍基地の第23航空団、第74及び第75戦闘飛行隊が受領した。 そして A-10C は2007年8月21日に IOC を獲得、同年11月7日にはメリーランド州空軍第104戦闘飛行隊が A-10C 飛行隊として初めてイラクに展開している。これら回収によって16000時間まで対応飛行時間を延長し A-10C を2028年までは運用する予定である。 2000年代以降、アメリカ空軍では、機体の塗装を灰色単色とし、エンブレムも目立たないようにサイドを抑えた、ロービジメ彩サイに統一しているが、第23航空団では、シャークマウスをペイントした状態で、ストームについている。アメリカ空軍は、2008年の時点で、A、A-10A を273機、OA-10A を94機の、 K367 機を保有しており、2009、会計年度までに最大125機を A-10C に回収する計画で進めており、最終的には保有する367機すべてを A-10C に改造する計画であった。が、2012年の国防総省の国防予算の優先度と選択においては、A-10 を102機退役させるとされた。 2012年の時点で345機を保有している。冒頭で述べた通りに、本機の能力が疑問視された当時は、後継機として、専用機 A-7 回、A-16 の開発も検討されたことがあるが、プランは中止され、現在は、回 -16 ともども、マルチロール機である回 -35 と、打撃戦闘機で更新する予定であるが、 海 -35 の開発の遅れにより A-10 の退役も先延ばしされ、近代化プログラムが進められている。2015年の国防予算案の概要にて、予算削減のため、航空戦力として A-10 の全廃、及び u に偵察機を退役させるという発表が、されていたが2016年1月に、対イスラム国空爆等の戦火を受けて、 退役を無限延長した。指摘財産権はロッキード・マーティンが有しているが、スペアパーツの供給など、アメリカ軍へのカスタマーサポートは入札となっており、2007年にはボーイングが主翼の交換プログラムを受注している。ボーイングが新規製造した173セットの主翼は2019年7月に終了した。これにより、 1> 約1万飛行時間まで対応年数が延長され、2030年代まで運用される予定である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。